新型コロナウイルス感染拡大がまた一段と厳しい状況になってきましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ホットショット DX ジャム、山下美香です。年明けから緊急事態宣言が再発動され、首都圏からさらに全国主要都市にも拡大されていて、東京では1日2000人を超える感染者が出るなど、数字を聞くとちょっと恐ろしくなる状況ですね。さらにそれ以上に心配なのは経済活動の状況で、私もそうなんですが、仕事や社会生活にもいろいろと支障が出てきている方も多いと思います。でも今は感染拡大をいかに抑えるかということが最も大事な時期なので、今は我慢の時と考えて、不要不急の外出を控えるなど、皆さんも一緒に頑張っていきましょう。さて、今年2回目の DX ジャムは、ご自身も映像プロデューサー、映像クリエイターであり、そして昨年立ち上がった撮影現場グッズのブランドダルマギア代表の大田黒明さんをお迎えしてのオンライントークです。大田黒さんは熊本のご出身ということで、もともと地元熊本のテレビ局に勤められた後、アメリカはフロリダ州の映画の専門学校に渡って映画制作を学ばれており、帰国後も映画関係のお仕事を経て、カメラマン、撮影監督としても活躍されています。そして昨年2020年に新しく撮影現場用のグッズを制作・販売する自社ブランドを立ち上げられました。本日はブランド立ち上げのいきさつや撮影の話、映像のこれからなど、いろいろとお話しいただきました。それでは本日もホットショット DX ジャムスタートです。ホットショット DX ジャム、はい、皆さんこんにちは。ホットショット DX ジャムです。本日はですね、ゲストをお迎えしてオンライントークをお届けします。映像プロデューサー、映像クリエイター、ダルマギアの代表の大田黒明さんにお越しいただきました。大田黒さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず早速なんですけれども、ちょっとダルマギアっていうのを初めて聞く方も多いと思うので、ダルマギアが何をしているところなのか、まあ、映像プロデューサー、映像クリエイターっていうのも聞いたら、業界の方々ばかりなので見てる方が、はい、ここはご覧いただいてわかると思うんですけど、ダルマギアっていうのが何をしているのかっていうところをまずご説明いただけますでしょうか。はい、ダルマギアは、基本的に撮影部の、仕事の中で使う撮影アクセサリーを、制作して販売している会社です。今ここに見えているようなあのフィルターのタグですね、 ND フィルターだったり IRND フィルターだったり、そういったものをこう記録しないといけないときに、大体皆さんあのマットボックスなんかにこう貼り付けたりするんですけれども、今何のフィルターをこうレンズの前に入れているかっていうのをこう明確に分かるようにするためのタグが
あるんですけれども、そういったものをオリジナルで作って販売しています。なるほど、ありがとうございます。今石川さんからもうちょっと商品を見て見せていただいてるんですけど、そちらにもあるんですよね。一応サンプルをねちょっと送っていただいたんで、ありがとうございます。こうなかなかねよくできてるなと思ってて、あれがあるんでね、画像が皆さんにもちょっと見せていただいて、はい、ちょっと画像をご覧いただきましょう。今ご覧いただいているのが、商品いろいろあるんですけれども、ミニスレートみたいなね、こういう、ここですかね、まず、はい、ちょっと、とにかく撮影、大田原さんもね、カメラマンで撮影監督もやられたりとかされてるので、そこから発想してってことなんですよね、そもそも。そうですね、もともとやっぱりカメラ助手時代にこういうのを、テプラなんかでみんなシコシコこう作るんですけども、それがすごくやっぱり時間かかるのと大変な思いをずっとみんな今もしてらっしゃると思っていて、これをもう作っちゃった方が早いんじゃないか、とにかくまず自分で欲しかったということですね、こういった製品が、はい、なので作っちゃえということで作ったら、形もよく使いやすくできたので、商品として皆さんに使ってもらえたら一番いいのかなという形で商品化しました。なるほどね。なかなかこの、僕はよくロサンゼルスのハリウッドの近くのこういわゆるシネマグッズ屋さんというか、その映画撮影部がよく利用する、あとグリップとかが行くようなフィルムツールズだったり、そういうところによく行ってたんですけど、そういうところに行くと、結構こういうのあるわけですよ、向こうは。でも日本はあんまないんですよね。日本で僕もその探してなかったので作ったという感じですね。はい、でそんなに単価も高いものではないので、その海外で作ってらっしゃる人たちは結構いるんですけど、輸入するほどのものでもないというか。そうね、いや、これなかなか便利で、ね、こう、シャッター開角度のこの、あれもあったりとか、ND のね、IR との、なんかこう、違いのやつがあったりとか、あとフレームレートの表示なんかの、こういうやつもあるんですよね。なかなかね。基本的なものは用意してるんですけど、ぜひ、他のカメラマンの方だったりとか助手さんとかのですね意見をいっぱい伺って、必要なものがあればどんどんまた商品を増やしていきたいなと思ってます。結構細かくこういうね、ラットのあれだったりとかいろいろあるんですけど、はい、なかなかこう細かいのと、あとこういうねチャートのやつも撮ったりとか。なるほど。これすべて裏マグネットとかですか？ですね、すべての商品にマジックテープをつけて配布します。必要な分だけですね。こういうねマジックテープのキットがある。キットっていうか。キットもついてくるなんですか？それとも別売り？ハードも。撮影が終わったらこれ使い回しできるってことですかね。そうですね。こういうね、マジックテープのこういうやつで、この両面がこっち側についてて、両面、こっちがシール貼りになってて、これでマジックテープで、例えばピシャッとこう貼れるみたいな、ね。これをカットして、こういうとこつけてっていうような感じ。なるほど。実際に使われている方からこうどんなお声とかいただいてるとかありますか？すごくサイズちょうどいいっていうふうにおっしゃっていただいていて、でその方からはもう何度か購入もいろいろしていただいてますし、足りない、なんていうんですかね、商品もこういうのを作ってほしいということで別注のオーダーメイドの話なんかをいただいたりもしてます。なるほど。もう作ってどれぐらいになるんでしたっけ、このダルマギアは？きちんと商品化できたのが去年の5月ぐらいに一つ最初の商品のロットを作りました。
なるほど。まだ1年経ってないですね。で、コロナの最中ですからね、なかなかこう、ちょっと日の目を見るのになかなか難しい時期ではあったけど。そうですね。うん、実際にこう注文をするとしたら、どういった形で注文させていただいたらよかったりしますか？公式のホームページも、だるまギア .tokyo、ここに出てますが、アドレスで、検索していただければホームページからも買えますし、インスタグラムとフェイスブックをやっているので、そちらからもアクセスして問い合わせしていただくことはできます。あ、なるほどなるほど。あ、そうなるともうどこからいても購入が可能ということで。はい。今ショップさんとかには卸してないんですかね、どっか。まだショップさんには一つも卸していなくて、まあ、今後そういうことも展開はしていきたいなと思っています。東京にも何件かもちろんありますけど、普通のまあビデオショップもそうなんだけど、むしろレンタル機材レンタルショップ、まあ、そういうところでね、ちょっと取り扱いしていただけたらいいなと思う。そうですね、ぜひね、はい、有名なところはいかがでしょうかっていう。ぜひ見ていただきたいですね。はい、こういうフィルタータグの準備は皆さんそういう機材屋さんで行ってたりとかすることが多いので、ぜひ置いていただけるとすごく便利かなと思います、ね。ぜひ僕の方からもお声掛けをできたらしたいなと思ってますので、ありがとうございます。よろしくお願いします。で、そもそもこのダルマギアのダルマの由来というか、はい、まあね、ここですね、はい、ちょっとサイトを見させていただきました。ダルマギアの由来は、まあ、分かりやすい名前、皆さんがよく知っている、すごくこう有名な名前というか、そういうな形でつけたいなと思って、ダルマっていうのをこう思いついたんですけども、こうよくよく調べていくとですね、まあ、宗教の話になっちゃいますが、ダルマというのが宇宙の、秩序というふうな、考え方に行き着くんですね。で、一番最初に僕、まあ、ホームページにも一応載せてるんですが、オリジナルのフォーカスギアを、作っているんですよ。で、それはもうオーダーメイドなんですけど、フォーカスギア、まあ、だからこういうギアですね。このギアがそのダルマギアのギアなんですけども、まあ、ツールという意味のギアもあるんですが、まあ、このギアがその宇宙の秩序という考え方につながるなと思いまして、ダルマギアということにしました。なるほどね。さまざまな、商品が、ダルマギアのショップの方にもねありますね。うん、はい。もともとあれですよね、なんか大田黒さんは、熊本ご出身で。はい、熊本の出身で、最初はテレビ局の、AD からキャリアスタートをして、で、うん、3年後退社をしてアメリカに、映画の専門学校に入りまして1年間勉強をしました。で、そこから映画の世界に入りたいなと思って、で、卒業間際にですね、アメリカでブラッド・ピットとか役所広司さんとか、菊池凛子さんとかが出ていらっしゃるバベルという映画がちょうど公開の時期で、で、それを見て日本人の方が最近よく出ているなと、日本を舞台にした映画があるなと思ってこう調べたところ、バベルとサユリとラストサムライ、これをこうスタッフロールを全部こう見たんですけども、うん、その3作品に共通して奈良橋陽子さんというキャスティングディレクターで映画のプロデューサーでの方の名前が出てきたんですけども、その時に初めて奈良橋さんのことを知って、うん、でこうコンタクトを、メールを書いてですね、ぜひお会いしたいということで、お会いさせていただいて、で、その翌年に、奈良橋陽子さんのアシスタントとして、映画のキャスティングの仕事をまず始めました。キャスティングの仕事から始まったんですね。もともと最初に、ね、
奈良口陽子さんといえばもう五大悟のね、ガンダーラとかモンキーマジックとかですね、名曲があるんですけども、あの辺の作詞家ということでとても有名でございまして、そうですね、なんか僕なんかはどっちかっていうと作詞家のイメージが強かったんで、そのバベルとかの帰りとかに関わってるっていうのは後でした。まあ2006年ぐらいですよね、あれとか。で、で、ちょうどね、さゆりの、編集をやった、横山さんという方は、フォトショットでも連載をしていただいてた方だったりして、つながりもいろいろあって、で、奈良橋さんとかもね、なんか、いわゆるキャスティングディレクターとか、そうです。やってらっしゃいましたね、なんか、うん。もちろん映画プロデューサーとか監督も確かやってたかな。映画監督もやってらっしゃいます。やってましたよね。まあ、幅広いですよね。まあ、逆に言うと日本のそういう映像エンタメ界のある意味レジェンドなんで。そうだと思いますね。最近だと去年ですかね、ネットフリックスのオリジナルのドラマのキャスティングをされて、キャスティングのショーもイギリスで撮られました。へえ。すごいですよね。すごい方ですね。ちょっとね、一度はこの DX ジャムにも出ていただきたいなと思ってます。奈良橋さんのところで何をやってたんでしたっけ？僕はもうずっと奈良橋さんの助手を5年半ぐらいやってましたね。ああ。もうじゃあカバン持ちみたいな。もう本当そうですね。僕が奈良橋さんとキャスティング行くときに、まあ、もう一人3人体制でずっとキャスティングをやってたんですけど、まあ、僕が車を運転しますし、スケジュールもしますし、はい、僕がそのオーディションの映像も撮るっていうようなそういうところがあるんでしたね。すごいたくさん学びのある5年だったでしょうね。すごかったですね。でもそこから今度ご自身はカメラマンに、はい、入社当初にお約束として僕はカメラをやりたいというちょっと希望もあるので、まあ、時間があるときはミュージックビデオとかショートフィルムとか、撮れるときは撮らせてくださいっていうことで、それはもちろん奈良さんも OK していただいて、そういう創作だったりそういう活動に対してはものすごく寛容な会社でしたね。それで僕はずっとカメラマンもやりながらだったんですけど、まあ、5年半、やって、ちょっと独立したいですということで独立させていただいて、今までずっと撮影部の仕事をしたりとか、まあ、自分でプロデュースをして短編を撮ったりとかそういったこともしてます。うん、やっぱり奈良さんのところでの経験もあるし、まあ、その前にね、日本のまずテレビ局っていうのがあって、テレビ熊本さんでしたっけ？はい、そうです。確かにね。で、それで、アメリカでのやっぱりその映画の学びの経験があって、で奈良橋さんのところの経験もあってっていうところから、やっぱりこう日本と世界の違いとかなんかそういうのっていうのがこう見えたみたいなことって何かありますか？やっぱり最初帰ってきた時の現場を見た時はやっぱりどうしたってアメリカでその現場を学んだので、かなりスタッフさんの役割が違ったりとか、まあ、何でしょう、分かりやすいところでいくと、カチンコはアメリカはセカンド AC っていうか助手、カメラマン助手のセカンドがカチンコを打つんですけど、日本は、演出助手の方がカチンコを打つ。監督。ここはものすごく僕はショッキングな出来事だったんですけど、はい、いろいろ違うんだなというのは学びましたね。ただ最近は本当に海外で学んだ日本人の方が帰国をして、現場に入っているような場所もありますし、もうそういった人たちばっかりが集まって作る現場みたいなのもたくさんあるみたいなので、変わってきてはいるんじゃないかなと思います。こういうのもやっぱり表記の仕方がやっぱりちょっと日本じゃなか今までなかったみたいなこともありますよね、なんかね。そうかもしれないですね。ね、どっちかというとこれはもうワールドスタンダード準拠で作られている感じですか？そうですね、やっぱり配信の
映像配信のプロダクションの数がどんどん増えていて、そういったところのプロデューサーさんだったりとか監督さんだったりとかっていうのは、やっぱりそっちのワールドスタンダードの方に目が向いているんじゃないかなと思うので、その辺もちょっと製品は意識して作ってます。そうね、やっぱりネットフリックスとかね、アマゾンとか世界にも放映されるようなコンテンツっていうのがどんどん出てくる現場を日本でやっぱり作んなきゃいけないってなると、やっぱりそこの現場のレベルでもやっぱりワールドスタンダードっていうものをね、やっぱり意識していかないといけないんですね。はい、うーん、そうだね。なるほど。これからまたダルマギアとしていろいろと商品を作っていきたいっていうところがあるかと思うんですけど、大田原さんとしてはなんか今こんな商品を作ろうとしているよとか、こんなの考えているよっていうのとかもあったりしますか？はい、今ですね、まだ制作段階で実際のものは手元にないんですけども、スレート、いわゆるカチンコですね、をオリジナルで、今制作しているところで、でカチンコのちょっとサンプルというか、これまあ普通の、はい、ワールドスタンダードのカチンコですね、はい、アメリカとか海外でよく使われる形のですけども、このスティックの部分をスケートボードの使わなくなったスケートボードの板を使って、そういった廃材で、スティックを作って今いるところです。ちょっと写真があるので、見ていただきましょうかね。まだなんか制作途中らしいんですけどね。そうですね。こういういただきましたが、感じのね。はい。板をこう貼り合わせて、まっすぐ、削ってもらって、スティックにしてますね。スケートボードの廃材。スケートボード、そうですね、割れちゃったりだったりとか、もう使わなくなったスケートボードの板を使って、アクセサリーだったりとか釣りのルアーとかを作っていらっしゃるアーティストさんが熊本にいるんですけれども、その方とコラボレーションしてカチンコ作ってくださいというふうにお願いしました。すごい、今まで誰も考えなかったようなねものですよね。すごい。このあえてそのスケートボードの廃材を使われた理由っていうのはどういったものがありますか？そうですね、まずオリジナルなもの、オリジナル感の強いものを作りたかったのと、あとやっぱり昨今 SDGs っていうワードがよく聞こえてくるんですけれども、SDGs もね、おしゃれにやった方がみんなが使いやすいかなとか思って、それでスケートボードの廃材でいろいろものを作るっていうのは、意外とベンチを作ったりとか昔からあるんですけども、僕もちょっと若い頃はスケボーをやってた時期もあったりして、好きなものですから、でいいなと思ってスケートボードの板でまずは作ってみようと思いました。なるほど。もう映像と SDGs ってあまり私今までそんなにリンクするところがないのかなと思ってたんですけど、意外とこういう形でなんかこう廃材を利用しよう、活用しようっていうことができるんですね。なんかそこちょっとすごいびっくりして。そうですね、思いついた時はいいなと思いましたね。やっぱり俺すごいの思い浮かんだみたいなのもいいの思いついたなと思いました。これこのいいですか、映像の中で今後こういったものもこう廃材利用してこんなものが作れるんじゃないかっていうアイディアも大田原さんの中でありますか？なくはないんですけど、ちょっとどういうふうに形にしていこうかなっていう感じですが、SDGs というか、サステナブルな世の中に、ね、なっていかないといけないので、例えばこういう今僕たちが発売している商品もアクリル板で石油由来の製品なんですけども、こういったアクリル板なんかも植物由来の、油で、作ったアクリル板っていうのが商品化今後なっていくと思うので、できればそういった商品が出てくれば僕たち の製品もそっちの方に展開していって、できるだけ地球に優しい商品ができればいいなと思っています。なるほど。なんかこういうのもね、廃材チップとかでできそうな気がしますけどね。なんか
そうですね、木をプレスして作るっていうのもありかなと思っていて、うん、そういったところも考えてはいますね。ですね。まあこうグッズもそうですけど、映像自体もね、やっぱ今後そのサステナブルなっていうところを意識したものって、まあ、もしかするとちょっと増えてくるのかもしれませんよね、なんか。そうかもしれないですね。こうじゃあ、オタグロさんがこれから、まあ、今はダルマギアの話をメインに聞かせていただいたんですけれども、まあ、映像プロデューサー、映像クリエイターとして、こういったものも作っていきたい、映像としてこういったものをプロデュースとか撮影していきたいっていうような内容っていうのは何かありますか？まあ、最近ちょっとコロナで大変なこの業界なんですけれども、できるだけこうミニマムな編成だったりとか、ロケーションもあまり動かずに小さなミニマムなもので、ストーリーが書けて、そういったストーリーをこう何でしょうね、やっぱりみんなに見てもらえるような世の中になればいいなと思って、まあ、そのみんなに見てもらえるような世の中になるにはいいものを作らないとなというふうには思ってます。なるほど、ありがとうございます。じゃあこれからこう撮影がどんどんミニマムになっているかと思うんですけど、オタグロさんのこう何か撮影スタイルとして、今このまあコロナ禍に入ってこういった感じで撮影を気をつけてるよっていうようなこととかもあったりされますか？気をつけていることはやっぱり単純にまあマスクをしたりとか、アルコール消毒をしたりするっていうのはもちろんなんですけど、小さい空間で撮影する時の、ソリューションとしてジンバルなんかを使う時にですね、ジンバルだけ、ジンバルにカメラをセッティングして、まあ、カメラポジションを決めたら、一旦外の空間に出て隣の部屋とか、ちょっとキャストからは離れて、はい、で、ジンバルってカメラの携帯でこう、首を振ったりとかできるんですよ。なので、そういった形で、撮影をするような、を考えています。あ、ソーシャルディスタンス撮影みたいな感じですか？そういうことですね。なんで、フォーカスだったり、ズームなんかも全部ワイヤレスでやって、行こうかなっていうような撮影の仕方っていうのをちょっと今度試してみようかなと思ってます。あ、それはなんか流行りそうな気が時間がかかるんですよね。でもそうですよね、セッティングして練習、はい、準備してこれでつながるかどうかっていうこともやってっていうことやると、はい、なので時間はかかるけれども、うん、そういう世の中になっていくんだろうなっていう気はしています。なるほど。人がいないことで映される方もまたちょっと違った感じになるでしょうね。そうですね。場の転換がね、なんかすごい切り返しがいっぱいあったりとか、そういうのなかなか難しいかもしれないですけど。そうですね。インタビューだったりね、こうなんかそういう固定的なロングなものだったら結構そういうのが普通に流行りそうな、はい、ね、なんか、その何でしょう、三脚に乗っけるというイメージより、まあ、下はラジコンにしちゃうかとか、ラジコンカメラ位置を変えるときにですね、そういったこともできるかなと思ってますけど。なるほどね。やっぱりなんかこう大田野さんの話聞いてると、こうなんていうんですかね、こうギアのいわゆるテクノロジーでこう新しい、まあ、サスティナブルな撮影現場みたいなのをクリエイトするみたいな、なんかね、そういうのがこう一貫しててすごい話を聞いててすごい楽しいなと思っててなんか、まあそういうコンセプトですよね、ダルマギアさんもね。そうですね、これからたくさんね、やはりメーカーさんとかも例えばこれを、ね、ダルマギアのこうセットにしてちょっともう販売しちゃいたいよねっていう人たちもいらっしゃるでしょうし、まあ、映像チームとしてもこれ持っておくといろいろとにかく手間が省けるし、テプラもいち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 毎回つけて外してつけて外してっていうのももったいないので、うん、そういったことがどんどん広がっていくといいですよね、やっぱり。そうですね、今は一つのプロダクションでワンセット持っているっていうのがないんですけど、海外だと結構当たり前で
カチンコなんかもその作品のためにもうオリジナルで作っちゃうっていうのが、結構多いんですね。でそうすることで、あのプロダクションバリューが上がるかっていうとわからないんですが、ただ中にいるスタッフの人たちが楽しく現場で作業することができると思いますね。で、おそらくそれがプロダクションバリューにつながっていくっていうのは、あの実感としてもあります。なるほど。いや本当今までここに目をつけた方いないだろうなと、ね、思っててもね、作るまでにね行った人はなかなかいないんですよね。僕の周りも 何人もこういうのあればいいなっていう人はもう山ほどいたんだけど、自分で作るまではね、まあ、やっててプラですよいやすごいなと思うのが、その映像プロデューサーでクリエイターでっていうお立場でありながら、それをやろうっていう時間と気力とエネルギーがあったからこそそこはできるわけで、そのエネルギーよくありましたねみたいなのもあります自分が欲しいって思ったものなのでやれるのかなと思いますね、はい、なるほどね、はい、あとは仲間があの近くにいたっていうのも大きいです。デザイナーさんとかね、あれですよね、その熊本のネットワークも結構使われてて、あとまあそのグッズの販売の利益を一部こう、あのこの間の熊本の、災害、はい、地震ですね、はい、とかにも当てられてるっていう。そうですね、このフィルタータグを作ってもらってる工場は、あの熊本にあります。で、はい、利益の一部をあの熊本城 の再建に、寄付したりとか、そういった活動もしています、ね、はい、いやもうちょっと新しいやり方がどんどん出てきているので、まあ、このたまたまコロナ禍にねこう入ってしまって、ちょっといろいろとスケジュールとかも変わったところもあるかもしれないんですけれども、まあ、撮影手法がこれから変わっていく中で、まあ、もっと簡略化とかもうちょっといい感じに、こう時間も減らして人数もどうしても減ってきちゃうので、そういった今までテプラの手間とかっていうものをだるまギアさん そのグッズを使って、まあ、ちょっとでも時間を短く、でもあの人員削減を変にしてなんか楽しくないねっていうよりは、こう自分たちが持っているものをいつものアイテムで使っていって楽しい撮影現場になっていくっていうところもこれからなっていくといいですよね。そうですね。石川さんからは何かありますか？あとなんかあれですよね、オリジナルの製品なんかも結構作られ、あの依頼を受けて作っていて。あ、そうですね、ちょっとまだ守秘義務の関係でどういった作品かって言えないんですけれども、大きな作品の、カチンコだったりとかフィルタータグをもう全部おそらく色まで指定されて、あの今度オリジナルで全部作って納品する予定です。3月の半ばにクランクインの作品なんですけど、あのあれですよね、作品用のオリジナル、作品用のオリジナルです。なのでおそらくここの、スレートのデザインもその作品のためにやりますし、プロダクション名も書き込んで、監督や撮影監督の名前も書き込んで、でここのスティックの部分をその作品のバックグラウンドと合わせて木の素材を、もうこれっていうのはもう今指定しています。これからも楽しみですね。なんかそういうのねどんどん出てくるといいですね。なんか楽しい、深刻になると思いますね、現場が。やる気も出るしね、現場も。ですね。では、今日はお話を伺ったオタグロさんなんですけど、最後にこれは伝えておきたいということはありますか？まあ、大変な世の中になってしまいましたし、僕も現場あの本当に、ストレスも抱えながらの現場が多いんですけれども、少しでもあのダルマギアの製品で、現場が色とろいどり の明るい現場になって、あのちょっとでもね楽しく、撮影が本当にできればいいなと思って作品をあの製品を作ってますので、そういったものを使って皆さんの作品作りに生かしていただけたらなと思います。
はい、ありがとうございます。それではね、こうちょっと確かにあの色とりどりなので現場がすごい華やかになりそうですね。カメラ黒いものが多いので、どうしてもレンズとかもね、うん、あのなんならスタッフさんもみんな黒ですしね、服ね。はい、じゃ あの現場に彩りをということで、本日あのお話を伺わせていただきましたのが、映像プロデューサー、映像クリエイターであり、ダルマギアの代表でもあります太田黒明さんでした。太田黒さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さて、太田黒明さんをお迎えしてのオンライントーク、いかがだったでしょうか。私はですね、あの太田黒さんのグッズをまずあの写真で拝見させていただいて、わ、おしゃれだなと思いました。かつ、まあ、それだけではなく、あの、まあ、物を廃材を活用して作品作りというか商品作りをされたりですとか、まあ、持続可能なサスティナブルとかって言われますけれども、そういった作品や商品をこれからもどんどん作られていきたいということで、注目のブランドになるんじゃないかなと思います。さて、本日もご視聴ありがとうございました。いいねボタン、 YouTube のチャンネル登録もまたぜひぜひお忘れなく。それでは本日の DX ジャムはこの辺で。お相手は山下美香でした。またね。